J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル、東京を彩る様々な文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。はい、今週は東京芸術劇場の芸劇ダンス田中泯村のドンキホーテ、こちらに注目いたします。はい、その空間演出そして出演の田中泯さんと電話がつながっています。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お電話でありますがご出演いただいて光栄でございます。ありがとうございます。いえいえ、長年ダンサーとして活躍されている田中泯さんですが、今回の、芸劇ダンスでは村のドンキホーテというタイトルになってますが、これの企画、今回どういう趣旨で開催されるのかちょっとご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、芸術劇場での公演というのは決まってはいたんですが、コロナが表面化してきて、それで僕はないもんだと思い込んじゃっていたんですけど、踊るということで生き続けてきたんですけども、なんかこの半年以上ズーンとそれが切れて、それでなんかやっぱりなぜ踊りなんだろうかとかね、 なんで俺踊り始めちゃったんだろうかとか、こんなことばっかりいろいろ考えてて、 でもどっかで、自分の中で突起するものみたいなものがありましてね、それで、もう400年前からドン・キホーテっていう、人と物語は本に書かれたものではありますが、ずっと愛されてきてるわけですよね。でこの不思議な愛され方をしてきているドン・キホーテを題材にして、別にドン・キホーテを説明するわけでは全然ないんですけども、なんか俺ってひょっとしたらドン・キホーテにダブるかもしれないなという気がしましてね、それでやりたいと思い立ったんです。それからもう 2,3 ヶ月突っ走ってはいますけども、この村のドン・キホーテなんですけど、内容、そしてどんな構成になってるんでしょうか。基本的に踊るのは僕だけです。ですからソロダンスですよね。それで僕の親友の松岡聖剛という、こっちはもう言語の方の達人ですけれども、彼とドン・キホーテをやるにあたってということでいろいろ話をして、彼の言葉は本当に刺激的で、僕はやっぱり踊りっていうものが言葉の翻訳をするものではないと思うし、それからひょっとしたら人類が言葉を必要となるきっかけになったのが踊りじゃないかというふうに思ったりもしてるんですね。言葉が必要としたから生まれたのか、あるいは自然に生まれたものなのか、まだ分かってはいないんでしょうけれども、なんか踊りが言葉として解釈されたり言葉として分かったりっていうか伝わったりするようなものでないことはもう確かだと思うんですけれども、見る人の感覚で見るというか、だろうと思うんですね。知識で見るもんでは決してないと思うので、そんなところが一番面白くなる可能性のあるものだろうなと思ってまして、松岡さんにはだから全体の、言葉も使うんですね。でも私が使うわけではなくて、言葉の方を担当してもらう石原凛っていうのは、セリフのように喋ったり朗読したり、あるいは叫んだり、いろいろするんですけども、それとあとは馬が出たり、それから黒子なんですけども、これ彼らみんな村人と僕は呼んでますが、ですから一つの村を構成するような形で物語といいますか踊りのシーンが続いていくという感じになりますね。それがまさに村のドン・キホーテというタイトルになってるわけですね。そうですね。ですからドン・キホーテ読んだことのある方にはちょっとピンとくるシーンもあることはあるんですが、物語をたどっているわけでは全然ないので、なるほど。リスナーさんの中にはですね、
田中泯さんのステージとか、あとまあそういうダンスのステージそのものにあまり接してない方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、ちょっとどうでしょう、田中さんから改めてこのステージどういうふうに見てほしいか、ちょっと一言いただけますでしょうか。まあ、20年近くなりますが、俳優として結構あっちゃこっちゃで出てるんで、それをまあ見て、はい、で関心がある人はどんな踊りを踊るんだろうなっていう、そうですね、確かにきっかけで見に来ていただいてもいいと思いますが、おそらく常識破りの踊りなもんですから、はい、まあ、言ってみれば僕は技術に頼らないで踊りを踊りたいという、うんうんうん、そっちなんですよね。やっぱり踊りというものは本来はやっぱり心から始まっているというふうに思ってます。で、日本っていうのはまあ踊り大国なんですけど、本当は、うん、世界に例がないくらいあらゆる時代の踊りが残っていて、そして、ひょっとしたら縄文の時代から古代から人々は踊ってきたに違いないというふうに思ってます、うんうんうん、ですからそんなことにも思いが馳せられるような舞台を作りたいなと思ってるんですよね、うん、なんかね、田中泯さん自身も、ね、ここでご自身を見つめ直したとおっしゃってましたけど、まあね、はい、我々というか、まあ、リスナーの皆さんもある意味同じところはあると思うので。そうなんですよね、僕はね、うん、踊んないとちょっと頭おかしくなってきちゃうんで、はいはい、だからなんかですから、結構一人で、人のいないところで踊ったりはしてるんですけど、ああ、そうなんですね、はいはい、なんかこう新たに自分の何かに気づいた方が、はい、さらにこのステージで何かに気づかされるっていういいチャンスになるかもしれないですよね。そうですね、うん、どういうふうに言ったらいいかな、何かを探していたり、それから自分のこうきっかけになるものをこう見つけるといいますか、あるいはこれから先のことを考えたりとかね、いろんなことを僕たちは自由に考えられるわけですから、あるいは自分の感覚を自由になんかこう解放していくこともできるわけですよね。ライブっていうのはそういうものがいっぱいあると思うんですね、はい、僕自身が観客見てくださる人がいて生まれる踊りっていうのは必ずあるんですよね、うん、観客の皆さんの前でできるということ自体が、まあ、ちょっと今年はね楽しみでもありますね、うん、楽しみです。ですから僕潰れちゃうかもしれないけど、いやいや全力でね踊っていただく田中泯さんね、ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ということで今日ご紹介した芸劇ダンス田中泯村のドンキホーテは12月4日金曜日、5日土曜日、6日日曜日に東京芸術劇場のプレイハウスで上演されます。チケット料金は一般が5,000円、65歳以上3,500円、25歳以下2,500円、高校生以下は1,000円となっています。詳しくは東京芸術劇場の公式サイトをご覧ください。はい、今日はダンサーの田中泯さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。